それ劇的な試合とかさ、はい、いいのも悪いのも覚えてないんだよな。なんでっつったら 10.8、はいはい、でジャイアンツが優勝した時の試合内容も立浪もあんま覚えてない、はい、どこ何回に何があって展開が言い出す言えないの、はい、俺らもあれそう村瀬さんホームラン打ってたのは何回だっけみたいな感じなの。もう一つはここで YouTube で片岡康が出てくれた時に、はい、日本シリーズで岸が投げた、はい話になって2人で盛り上がったの、はい、7戦目あれがよく投げてくれて優勝できたよなって言ったらこの間岸に会ったら、はい、あれデブさん YouTube 見ましたけど6戦目ですってああでもそうかもしれないですねそこまで自分もないかもしれない、はい、我々、はい、覚えてないかもしれないだからこう身近な人によく言われるのは、はい、本当よく前のこと忘れんねって言うけど俺たち激動じゃん1試合って、はいはい、もう本当命がけてガー行くじゃん、はいミーティング試合前と試合後やるんだけど、はい、あまりにもこうぐわーいった試合になるとあれ先発誰向こう誰投げてたっけってあれ先発をもちろん攻略してもつれてって変わって変わってとお互いやってるんだけど、はい、あれ先発だ誰、まあ、基本ミーティングの最初は先発をどう崩すかでやって、はい、中継ぎまで俺ら攻撃陣は言わないんだけどさ、はい、あれ先発誰だっけ誰したっけってよくあるよな多すぎてあれじゃないですか展開がな、うん、と思いますだからもうこの中おのおのさ許容範囲を超えるんだあれ多分、はい、展開がなはいはいと思いますでキャッチャーの時はその守ってて取ってた時はサインは全部覚えてた、うん、初球から123球まで全部覚えてた例えば、はい、だけどそのじゃ展開を読むともう覚えてない、うん、だそれと一緒でしょ、うん、でじゃあ18連敗で次の試合は勝ったってことだ次の試合勝ちましたどこで勝ったのそれ神戸は神戸の最終戦で負けたのあれあ神戸の最終戦ですね確かじゃあその18連敗の後の次の試合で勝ったんだはい神戸ではい確か神戸であれ神戸いや神戸じゃん神戸です神戸確か神戸ですそんな感じなんだから、はい、もうそれやばいもんなって18連敗って言ったらいやだからそれがあるからもうあなた方が迷惑なそういうことをまざまざ我々野球人に見せたから多分どのチームも18まで行くんじゃないかと思い出すのも2連敗したらおおもう勝てねえんじゃないかっていやでも本当18は考えてなかったですよねやったい本当に勝てそうでもひっくり返っちゃうんだろもう、はい、勝っててもそうですもう6回ぐらいあったら逆転されてるんであれってまあということはピッチャーじゃん打たれてんのはそうですね例えば勝ってた時は、はいピッチャー陣、やばいな、ブルペン。黒木がやっぱり勝てなかったんで、黒木が後ろ行ったり、近藤さんも結構いろんなことやりくりして、その時もあれだな、正直誰も行きたくなくなっちゃうな、もう10連敗以降は。もう本当、誰が投げてもじゃないですけど、あれ、ベンチ前とかに森塩してましたもん。そうだマウンドにも塩試合前に持ったりしてたんで何をしても勝てなかった、ね、だってさ千葉マリンとかってさホームチームもちろんホームじゃない、はい、ロッテがだそこ得意質な球場じゃん風が、はいはい、ピッチャーがブーン曲がりすぎるとか、はい、だから巨人なんか行ったってピッチャーがコントロールできないわけよそうですね、はい、じゃそこは有利なわけじゃん有利ですね関係なくなっちゃうんだなもう実際あ勝ったなって思う試合はあったんですよ、うん、でも気がついたらあれってなったんで また負けたっていう感じじゃあもうプロのその何自分がやってきた中でそれ以上の思い出はないんじゃないの18連敗ってそうですね、まあ、その WBC は抜いてね、はい、チームとしてそうですねもうあれはでも逆にいい思い出今になればね、はい、ずっと語り継がれて俺18連敗の人からこんな初めてそのやった人の中から話聞いたもん引きずれーしなでも絶対出てくるんで出てくるもうロッテのあのジョリーが打たれた歴史の中では絶対出てくるんであの銅像かなんか欲しい本当でもそうですねでプロ何年目でだよそれ1年目ですはいそう、はい、すごい経験しちゃったな。で、まあ元々ロッテて弱い
イメージはね勝ったじゃないですか。確かに。でまあ自分もでロッテ決まったロッテ誰に、あ黒木はあいつ社会人から知ったんで、うん、黒は黒木いるとこやと思って行ったらお客さんもいないじゃないですか。弱いじゃないですか正直。これがプロかみたいな。社会人の方が人入るじゃん試合の時と思ってでやってたら18連敗ってきたんでこれがロッテか1年目すごいな。じゃあもう近藤さんもその年で終わったんじゃないの。その年終わりました。そりゃそうだよな、はい、やっぱビリービリーっす。そうだよ、ダントツだって18試合で18個ちょ借金だもんな、はい、なかなかないもんな。で近藤さんが辞めるときにもっと強いチームの監督をやりたかったみたいな言ったんですよ。いやいやそれ言っちゃおうし爆笑しました。笑ったかいってその通りみたいな、うん、爆笑しました。翌年が誰になったの監督。山本浩二さん。浩二さんってさあんま喋んないけどさ、うん、熱い人らしいね。いやぶち切るらしいじゃん。いやもう急にす急に笑ってたのに急にバッて切れるときもう分かんないです。コースさんあの時何バッティングコーチかなんかやってたの。ファームの二軍監督かなんかやってたのかな。へ二軍で監督もやってたと思うんです、うん、ヘッドとかもやってたと思う。コーチさんジャイアンツからトレードかなんかでロッテ行ったんだよね。はい、はい、そうです。俺らからしたら温厚な優しいのしか見たことない、まあ、一緒に読み来たいんだけど、はい、コースさんって優しいいつ聞いておお元気かーって目を元気かーってやる人だったのに、はい、いやいややった人だから聞いたいやいやぶち切れんですからって。あそうです。とベンチでも普通じゃないですか。急にプッと切れてベンチがシーンってなるんです。でもさなんかその時代の良さは選手に嫌われようが、はい、全然コーチ陣が気にしない、はい、もう監督コーチが強くて、はい、選手がもうそこに従わなきゃいけないっていう、はい、まあまあ、どの球団も当たり前だったじゃん、はいはい。最近はなんか選手ファーストって言葉が出てからなんかちょっと構図が変わってきて。そうですよね。コーチ陣が下に出るって、はいはい、選手に気を使う相当気を使うの、はい、でどうする、はい、待ってするか、はい、やれって話じゃん。そうなんですよ。バテたバテてんじゃねえコロナみたいな時代、バテたなんつったらもう帰れ帰れって言われた時代が、はい、ちょっと疲れてるっすって言われるとじゃあマッサージやっちゃうみたいな。そうですよね。変わったな、はい。あの子はだから、コーチさんがバーンって切れればさ、それでピシャーってなるじゃん。はい、嫌われるもクソもないじゃん。はい、やばいってなるじゃん。今は違うもんな。そういう人がいなくなった。はい、レベルが、なんか、どうですか、レベル落ちて。そうそうそう。だから、ますよね、俺が思うには、はい、なんでっつったら、理学的にもあって、ストレスって大事で、はい、恐怖と不安を与えないと活性化しない。はい、ストレス与えないと。だから、エラーしても全力疾走しなくても三振しても怒られるというものがない、はいはい、だから恐怖と不安がない、はい、で極端にはレギュラーが50打席ノーヒットなら2軍もあるだろうけど、はい、そんなことありえないじゃん、はい、10回に1回ぐらいはどうやって打つじゃん、はい、だそこでチャンスはたくさんもらうから、はい、そこに対しての練習の姿勢とかゲームの姿勢が悪くても、はい、コーチももう言わない時代になって、はい、これまでどの球団も一緒。そうですよね、はい、うん、もう言えないだみんなこうコーチ陣我々はこうやっぱ我々の時代の人間が今コーチとかやってるんです、はい、俺が年上ぐらいだよもう、はい、そう若い連中がいろんな球団とっても何でも、はい、とか選手ってサイン覚えます。確かにサインミス多いなとかでしょうとか、あと練習やんないんですよ。えお前んとこの球団って練習やんので有名だったんじゃないのみたいな。やんないっす。やらって言った方がいいですかね。やめとけ俺みたいになるぞって言うな。即すことは大事だけど、もうその怒ったりしない方がいいっていう風になるから、